皆さんお疲れ様です。今日はですね、ちょっといつもと違う車なんですけども、ロビン君のお兄ちゃんが乗ってるパジェロミニをですね、ちょっとメンテナンスしていきたいと思います。今回の作業はオイル交換とオイルフィルターの交換ですね、それと合わせてあのファンベルトの交換を、これ2本あるんですけどしていきたいと思うんで、動画の方がですね、2部構成になっております。ということで今回は前編の動画になります。はい、今回のポイントですけども、まず商品のご紹介、それと今回2部構成なんですけども、まず前編は、オイル交換作業、それとオイルフィルターの交換作業の方ですね、お伝えしていきたいと思います。はい、ということでまずはこちらですね、オイルの方ですけども、桜製油所さんの、今回もですね、100% 化学合成オイルということで、パジェロミニの方は 5W の30、こちらの方を使用していきたいと思います。こちらのオイルはね、すごくね、安いですね。で、結構ね、 100% 化学合成高いんですけども、まあだいたいこれで2000円ぐらいですかね、で購入が可能です。はい、次にこちらですね、オイルフィルターです。こちらはデンソーさんのオイルフィルターになります。で、デンソーさんのは、こうやってね、赤色のオイルフィルターなんで、エンジンルームにね、ちょっとこれが入るだけですごくね、引き締まって見えますね。はい、続いてこちらですね、ドレンボルトについてあるのワッシャーですね、これパッキンの役割もするので、新品交換した方がいいと思います。はい、それからこちらですね、ファンベルトですね、あとこれがですね、2種類あります。で、こちらの方ですけども、後編の方でお伝えしていきますけども、前編でですね、商品のご紹介だけということで、お見せしております。はい、ということで、作業の方にかかっていきます。今回の作業はロビン君のニーニーが、1人でですね、作業をしていくということで、私の方はですね、もう見守るだけということで、徹していきたいと思います。このパジェロミニのオイル交換なんですけども、いきなりこのロビン君のニーニーがですね、アンダーカバーですかね、これを外し出したんで何してるんだということ聞いたところ、これがなんか外さないとですね、オイル交換がしにくい、できないんかなということで、これ外しております。で、アンダーカバーの方の取り外しは結構簡単で、4本のボルトを外せば簡単に取れます。ということで、アンダーカバーを外しましたら、この真正面にですね、オイルパンが出てきますので、で今ドレンボルトをですね、緩めているところですね。一瞬ですね、アンダーカバーを外すって大変かなと思ったんですけども、まあ取り外しは結構簡単で、あと外してしまえばですね、こうやって作業性が非常にいいん でなおかつね、これ下に潜ることないんで、安全に交換できるんで、安心ですね。さ、それではですね、もうぼちぼちとオイルが出ましたね。これまた汚いですね。それほどですね、交換して、半年って言ってましたかね、らしいんですけども、結構ねオイルの方黒く汚れてますね。はい、オイルもだいたい抜けてまいりました。ミニクーパーの時と比べましたら、もう断然こうオイルの抜けもいいですね。もう作業性もいいので、パジェロミニの場合はすごく作業としては楽ですね。はい、場面変わりまして、次はオイルフィルターの交換です。まず古いねフィルターの方を外していってるところです。やっぱりね、古いのを外す時っていうのは硬いんで、ちょっと工具の方がいるんですけども、まあ、パジェロミニの場合は結構手もね入るスペースあるので、比較的やっぱり作業しやすいですね。
ここでね、失敗しそうになったんですけども、作業の方は全然問題ないんですけども、ちょうどフィルターの下にシートを引いてなかったんで、フィルター外したら結構な量のねオイルが出てくるんで、まあそれをちょっと汚れないようにいうことで引き直しの方をしました。オイルフィルターの方は、まあ、最初の外す時だけフィルターレンチの方を使って緩めるんですけども、あとはもう簡単に手で外れますね。見る？コポコポ言うてんのか。それでは清掃も終わりましたんで、新しいフィルターの取り付けです。取り付けの際はですね、オーリングに古いオイルなんかをこう軽く塗布した方がいいと思います。まあ、皆さんご存知の方多いと思うんですけども、フィルター取り付けるときはですね、レンチなんかでこう締め付けずに、もう手でねこうガジッとこう締まるところまで締めてあげたら、もう今度はなぜか知らないですけど、外すときはもうレンチを使わないとダメなぐらいこう引き締まって取れないですよね。はい、ということで交換完了です。それではね、ドレンボルトをつけてオイルの方を入れていきます。どうもですね、アルミワッシャーがちょっと潰れきってなかったみたいですね。はい、ということでドレンボルトもつけましたんで、今清掃しているところですね。これ清掃しておいた方が、もし漏れた時に分かりやすいんで、きれいにしている方がいいと思います。はい、それでは最後の仕上げにオイルを入れていきます。これオイルを入れる時なんですけども、オイルジョッキになみなみ入れてるんですけども、これがですねまた入れすぎてるんで、非常に今度エンジン入れる時に入れにくいですよね。案の定こぼしてしまいましたね。これこうしますとまたエンジンをですね清掃しなければならないんで、余分に手間がかかってしまいますよね。これエンジンの形状によってオイルの入れやすさっていうのは変わってくると思うんですけども、形状に見合った、量ちょっと少なめにジョッキにこう入れて、で注ぐ方が、後々ですねこういう風な失敗もなくいけると思います。えらいとこまで落ちてもって、それでええの？とりあえずこっちからの方が良かったんちゃう？普通。はい、ということでオイル交換の方もそろそろ終わりになってきました。あとはですね、これの後はワンベルトのね交換作業になってくるんですけども、これにつきましては次週、お伝えすることになります。はい、それでは、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。